トムが見える。俺は知らないよ。風邪をひきました。お先に失礼します。嘘ついてるでしょ。帽子を脱いでください。あの男の人は誰ですかこの牛乳は変な味がする。 トムは2時半に帰宅した。お話の途中ですみません。私は1980年生まれです。ロシアはとても大きな国だ。ハサミを貸してくださいますか 彼女の夢はパリを訪れることだ。私はろうそくの明かりって好きだな。今日の午後は雨が降らないと思う。トムはね、クッキーをちょくちょく焼くんだ。